試合結果をお知らせいたします。第3マット女子52キロ2級の試合は、青コーナー小室高校堀内真子選手のフォール勝ちでした。ただいまより第3マット個人対抗戦1回戦女子70キログラム級試合番号3番赤コーナー今治工業高校宮地凛選手対青コーナー東洋大附属牛久高校試合結果をお知らせいたします。第3マット女子70キログラム級の試合は、赤コーナー今治工業高校宮地凛選手のフォール勝ちでした。ただいまより第3マット個人対抗戦1回戦女子70キログラム級試合番号4番赤コーナー宮古翔